はい、本日はですね、京急富岡駅に来ているんですけれども、私のこの動画でも、お、今日風めっちゃきついな、おっと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 、待って、補線の方がですね、この補線を作業されています。やっぱこういうね、作業のね、積み重ねがですね、安全のね、走行につながっているということで、ちょっとね、感謝したいなというふうに思います。で、この京急富岡駅なんですけれども、私の動画ではですね、4回ぐらいですかね、あ、4回も行ってないかな、でもそれぐらいちょっとね、取り上げてるんですけれども、今日はですね、あの京急72駅あるんですけれども、まあその中で、あのホームドアがですね、設置されてる駅、設置されてない駅、いくつかあります。まあこの京急富岡駅は設置されていないんですけれども、まあその中で個人的に写真をね、撮るんだったらどの駅がいいかなっていうところをですね、ご紹介していけたらいいなというふうに考えております。今回はなので、この京急富岡のご紹介で、次回はまたね、別の駅をね、ご紹介したいなと思いますので、今日はですね、この京急富岡駅の魅力をね、お伝えしていければなと思います。よろしくお願いいたします。正面からね、おお、1500型のかっこいいな。おお、かっこいい。通過していきましたけれども、まずこの京急富岡駅のいいところ、この下りに向けてのこのカーブ、ここでですね、素晴らしいね、鉄道の写真を撮ることができます。今向こうに見えているのが能見台の駅ですね。これね、駅間めちゃくちゃ短いんですよね。そう、からのね、撮影なんかね、すごい個人的にはめちゃくちゃいいと思うんですけれども、ただね、ここでね、撮り鉄されてる方、私は一回も見たことがないんですね。人気ないんですかね。私は激推しの一つなんですけれども。で、さっきね、1500型通っていったよね、ここね、結構ね、カントがあってですね、こう列車が傾いているような写真まで撮れるんですけれども、ジョイントーンがですね、いいんですね。あの辺りかな、ここかな、ここを通過する時のジョイントーンがですね、まあ素晴らしい、いい音します。また月来た時ね、お聞かせしたいと思います。で、基本的にこの駅は2面3線まあ大体この2本しか使ってないですかね。朝ラッシュなんかはこっちのね、あの線路に、普通列車が入って、優等列車をね、ここで退避するっていうような形もあるんですけれども、さあ普通列車がやってきました。このね、乗り方もね、私結構ね、いいと思うんですよね。直線に列車が見えますんで、ここでもね、いい写真とか撮れるんじゃないかなと個人的には思うんですけれども、どうですか。まあどうですかっていうかね、これあの皆さんにご紹介、私の一方的なね、感覚でご紹介する動画なんで、はい。まあこれがね、上りの映像ですと。1500型の普通浦賀行きが出発していくので、どんな感じのね、映像になるかっていうのをお見せしていきたいと思います。今右手から出発をしていきました。これもう傾いてるの分かりますかね。右に傾いていて、こっからですね、このカーブ、これとかいいと思うんですけどね、ここ、なかなかかっこいい、まあ、映像が撮れる、写真が撮れると思うんですけれども、ほら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 、いいでしょう。なんですけど、いないと誰も撮ってる人を見たことがないので、私はね、自分のチャンネルでご紹介して、まあ、撮り鉄の方がですね、もし興味を持っていただいたら、ここに、ね、来ていただいて、撮っていただきたいなということですね。お、線型が、これ通過か。ほら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 。お、ここだ。ここのジョイントが素晴らしい。おい。かっこよく、過ぎ去っていきましょう。この絵もいいと思うんですけどね。こうトンネルに入っていく、京急なんてもね、いいと思うんですけれども。で、これね、あとね、もう一ついいところがあります。さっきね、1500型の普通がやってきて、多分ね、あの辺りに止まったと思うんですけれども、さっきの6両編成ですよね。で、私がいるところは、まだね、ホームがずっと伸びていて、これね、8両対応のね、駅になっているはずです。駅なんですよ。
なのでこの駅はですね、普通しか今止まらないんですね。で、普通は6両編成か4両編成なんで、まあこういった駅のこの先頭の方でですね、まあ写真とか動画撮ってたとしてもですね、あまりこう他の方の迷惑にならない、要はここから先、私のいるところまではですね、電車がやってこないので誰の迷惑にもね、あまりなることなく映像撮ったり写真撮ったりできると。これかなりメリットじゃないですか。6両対応で、6両電車が来た時っていうのはあそこでですね、初めましてなっちゃうじゃないですか、駅員さんとか。あとお客さんもね、結構ね集まってくるんで、その中ねカメラを回すっていうのはなかなか難しいんで、そういうことがねこの駅はね、考えなくてもいいということなんで、これもかなりねメリットだと思いますね。さあ青信号になったので通過列車と思うんですけれども、ちょっともう一本見ていきましょうか。下り方面の列車、もう少し下がったところで見てみようかな。通過がやってきます、通過やってきます。おお、ちょっとピントが、あ、来た来た来た、通過の列車がやってきました。これをねちょっと見ていきましょう。どんな角度で見えるのか。これは急行寿司早間行きですね。次の能見台に停車をいたします。こんな感じでね走行していって、でこんな感じでどうですか、どうですか。ほらかっこいいですよね、かっこいいと思うんですよ。でお隣の能見台はかなりね撮影スポットみたいで、よくね駅の先頭で写真を撮ってる方もいるんですけれども、この京急富岡駅は、ここに誰もねいないんですよね。ここにいなくてもね、ここにもいないですからね、撮ってる人見たことがないと。寂しいじゃないですか、こんなにいい映画見れるのに。今度上りの各駅停車もやってきました。こっちもいいと思いますね。この辺りでこうカメラ、ね、かっこいい一眼レフなんか構えて、ここでこう撮ってもねいいのが撮れると思うんですよね、ねえいいと思いませんか。私結構ね個人的に本当に推しの駅なんですけれども、まあこういったことをですね、他のいくつかの駅、私おすすめの駅がこの京急の中でいい写真が撮れるんじゃないかなっていう駅をねあるので、こういうのをねちょっとね不定期にご紹介していければなということで、今回がですね、動画第1号で、京急富岡駅のご紹介をしております。でこんな感じでもう列車が行っちゃうと人が誰もいなくなっちゃいますね。はい、なんで本当にさっきも申し上げた通り、他のねお客さんの迷惑にならない範囲で、自分の趣味をね、撮影、趣味の鉄道を撮ったりですね、撮影したりすることができるんですね。これは本当にね大きいと思います。あ、京急バスが今出発していきますね。そっか、この辺りでもなかなかねいいんじゃないかなと思います。そう、うん、こうね出てくるところとか、ちょっとここでもう一本だけ見ていこうかな。またまた通過ですよ。これをちょっと見ていきましょう。さあやってくるのは何か、なんか黄色とかね青とか来てくれたら絵になると思うんですけれども、どうでしょうか。まあ運用見りゃいい話なんですけれども、違いましたね。さっきがエアポート急行逗子葉山行きだったんで、今度は特急三崎口とか、まあ、海徳三崎口とかそのあたりだと思いますが、まあまあのスピードでねここ走行していくんで、迫力のある走行シーンも見ることができます。特急三崎口行きでした。ほら結構早いですよね、銀線です。さあここからこういう角度で、ほら最高じゃないですか、最高だと思いますよ。能見台にもね劣らないぐらいいい映像が撮れるんじゃないかなと思いますので、もしこの私の動画を見てくださって、あ
京急富岡でちょっと撮ってみようかなというふうに思ってくださったら非常に私としては嬉しい限りです。はい。ということでですね、本日はこのね、京急富岡のご紹介ということで動画を終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。ぜひ本当に来てみてください。そうだ、すいません。言い忘れていましたが、基本的にね、ご紹介する駅っていうのはですね、ホームドアがない駅を限定としたいと思います。もちろん最近はですね、ホームドアの設置が進んでいるので、もしかしたら今ね、設置されてない駅でも、まあ、将来設置されてしまうことも安全上ありますので、はい。今現状でホームドアがない駅にの限定でご紹介とさせていただきたいと思います。はい。改めてご視聴ありがとうございました。